が家に帰ってきた時、ただ今の声でわかる。わざわざ何があったのなんて聞かないけどね。家族だからそばにいるけど、だからこそこんなにもっと遠い光れた線のギリギリで、何も気づかないふり。おかえりの言葉に弾き切れそうな意味を込めた。何があっても味方でいるとか、ただ今の言葉が助けたって聞こえた気がして、何も聞かないけど。